公共曲第3番は、えー、1998年に私のの番目曲曲として書かれた曲です、まあ、私はそもそも「交響曲を書きたい」という苔、まあの一年で作曲家になったようなものなんで、えーまあ、第1番は「カムイチカプ」と題した五楽章の曲、えー、第2番は「地球にてテラにて」と題した三楽章の曲でしたので、えーまあ、この3番で初めて、えー、真っ向勝負の 第3番というタイトルだけの、まあ、正攻法な四楽章形式による伝統的な番号付き高級曲に挑戦したと、まあえー、それはどうしたと言われても困るんですが、えー、ということになります、えー、この曲イギリスのシャンドスというレコード会社と CD 録音の契約をして最初に書いたもので、まあ、70分の CD に収まるなら公共曲でも競争曲でも何を書いてもいいと言われて、まあ、これはもうやったという感じで羽目を外して。 まあ、満月の夜に狼男に変身するような気分で、えー、書いた曲です、えー、ただ問題が一つありまして、えー、実はサイバーバード競争曲とのカップリングということが決まっていて、まあ、四季の、えー、マエストロ浮上家と、えー「これはやばいぞと」と、えー、サイバーバードに負けないテンションの曲を書か,かなきゃという、えー、プレッシャーが大きかった記憶があります、まあ、自分の曲と一対一の勝負をするために全力をかけるというのも変な話なんですけども まあそんなわけでちょっと卵から帰った怪獣みたいな性格がある高級曲と言えるかもしれませんちなみにこの曲の前がピアニスト多部京子さんのために書いた「メモフローラ」というピアノ協奏曲で、まあ、こちらは静かで優しい響きを前面に出した、まあ、いわゆる女性型タイプの音楽。対してこの第3番はそれとは対照的に。 ダイナミックで、まあ、いかつい響きを前面に出した、えー、男性型タイプ、まあ、こういう対照的な二曲を同時あるいは連続して書くというのは、まあ、キャラクターが際立って、えー、いいような、えー、気がするんですが、まあ、同じ日本的な視点、えー、ということから見てもピアノ争奏曲の方は、えー、優しいものの哀れや、えー、わびさび的な情緒を持った和風日本風なんですが、えー、この第3番のは荒らしい土足的なダイナミックさ。 まあそして諸行無常の儚さを持った日本風黒沢明の七人の侍のようなイメージがその当時あったんですけども、まあこれは上演を指揮してもらったマイストロフジョのイメージがまあ七人の侍で三船敏郎を演じる菊池をとえだぶったところからの発想もちょっとあります。えー、四楽章で四十五分間、えー、まあしそしまくり暴れまくり吠えまくる音楽なんですが、まあ高級会社が高速道路を走る。 という感のあるイメージではなく泥まみれでサビまみれのバイクが土ぼこりを巻き上げながら小屋を疾走するようなそんな感じですね。初めてのの録音の時は、えー、綺麗に演奏するな壊れろと叫んでばかりで、えー、呆れられた記憶があります、まあ。若い元気な頃の怒りや悲しみや喜びをそのまま音楽にしたような結構盛んな交響曲と、えー、言ったらいいかもしれません。